お願いします。次はちょっと LINE を読んでもらって、はい、それに対して、まあ、LINE が読めてるかどうかもそうだし、それに対して打ててるかどうかっていうのも全部まとめてやってきます。頑張ってください。はい、はい、LINE 読めないんですよね。読めないですから。ではとりあえず上がってもらっていいですか。はい、はい、失礼します。まあ、ここから打つと考えて、ね、あのカップに入れますと、はい、ちょっと LINE 読んでもらっていいですか。どの辺に打つか。カップ、はい、1個分ぐらい。お、もう何も、もうパッと見ていけるんですね。え、後ろからとか読まないんだね。後ろから見ても分かんないんですへえ。ちょっともうちょっと考えてみようよ。そう、もうちょっと考えてみましょう一緒に。え、駅の先輩どうやっていつも読むんですか。え、こうやって見て経験とかになっちゃうと思うんだけど、どの辺通そうかなとか、どっから曲がるかなとか考えたりするかも。どなんか坂とかでどっからこう落ちてくるかなとか、はい、頂点がどの辺になるのかなとか、どのそれでどのぐらいかなとかちょっと見てみて、自分でちょっと。じゃあカップ1個ってことは、うん、はい、まあ、この辺狙うってことですよね。その辺狙う感じですね。わあ、わあ、浅いですよね。わあ、わあ、わあ、結構みんな浅い。アマチュアの方も、まあ、プロの人もそうなんですけど、じゃあこのカップ入れようと思ったら、これぐらいの速度でも入らない。スピードによって曲がり幅が変わるのは知ってますね。はい、はい、大丈夫ですね。ってことはこれ全然浅いので、じゃあもっと右を狙わなきゃいけない。おお、うん、思って、私が思っているちょっと右だった。え、この距離を狙うときは、はい、オーバーさせに行くんですか。そうです、基本30センチオーバーぐらい。おお、あ、そこですね。よくあの M ポイントとかって聞いたことあります。こうやって指立てるやつ、うん、ああ、はい、やってる人います。はい、あれとかは30センチオーバーで、はい、この曲がり幅をこれで正確に読めるんです。へえ、それを使ってやってます。なんで正確なラインってここ、これを打ってみてください。でまずこのライン、今正確なラインに設定されているので、はい、これが入ればもうストロークはバッチリってことです。今までの、いや、30センチオーバーしてない、弱い、惜しい。ちょっと音楽がリズムだね。そうです。これもちょっと後でつなげてやっていきます。弱い。弱い。入った。強い。入った。え、結構振る。はい。なぜならあそこがちょっと登ってるので、はい、その分振り幅が大きくなります。うまい。わ、入るんですね。っていうか、このちゃんとやれば入るんですね。そう、ちゃんとやれば入るんです。でも入るじゃん。入るんだ。完璧。いや、これやっぱ入るようになってる。ちゃんとやるとちゃんと入るんですね。そう、ちゃんとやるとちゃんと入る。名言ですね。めちゃくちゃいい。っていうかもう全部入るじゃん。そうです。いい。てかこれあればさ、全部ワンパットもさ、夢じゃない。ストローク、うん、いいんじゃない。いや、そうです、そうです、めちゃくちゃいいです。え、これしか考えない。やば。もうパンパンだよ。パンパン、パンパン、パンパン。パンパンだ。すごい。なので大事なことは、はい、こういう曲がるラインもそうだし、うん、パッティングっていうのはまずラインが読めてること、はい、でまっすぐ出せることで、タッチが合うこと、最後はボールの転がりがいいことなので、はい、この4つで決まるので、うん、今はもう3つがほぼ揃ってる状態。ちょっと回転も見てみましょう。うわ、バレちゃう、回転が。うまっ。うん、でもいいです、いいです、めちゃくちゃいいです。回転がいいってことはもうショットと同じなので、曲がるってことは
フェースと軌道のズレが出てるとボールって曲がるんですけど、これも同じでフェース面と軌道がずれてくるとボールがグリャグリャグリャってまっすぐ転がらないので、それがまっすぐ転がってるってことはいいストロークできてる。いや、いいです、いいです、いいです。え、今までボールの転がりが悪いんだよってずっと言われてきたんですけど、割といい。あれ、そこじゃなかったんですね。はい。おお、いい感じ、いい感じ。そうそう。へえ。半引き。おお、最高。全然大丈夫だ、ね。そうです。あと これだけ読めるかどうかっていうのがすごい大事です。そうです、そうです、はい。アメリのこの傾斜を読み切らんと。そうなんですよ。読めないとまたどこがおかしいとか何とかってなりますもんね。そうそうそうです。どうやって読むんですか。どうやって読むんですか。それはですね、大体足で傾斜を感じるっていうのが大事なので、じゃあちょっとここに立ってもらって、はい、足か、足苦手なやつですね。ここの傾斜と向こう歩いてってちょっとです。ああ全然違いますね。全然違いますね、はい、どこが一番強そうですか。え、ここじゃないんですか。その辺強いですね。で、このライン上の一番大きな傾斜を使うんですよ。まあ、使うというか影響するので、はい、そこの傾斜が約 2.8% とかあるんですけど、その 2.8% 分傾いてくる。やっぱ足の感覚しかないんですかね。足の感覚しかないです。だってこうやって見て、はい、これはでも正確にはわからないってことですね。足の方が正確。足の方が正確です。まあ見た目も大事ですけど、見た目と足。でも見た目の錯覚はありますもんね。コースに行くと。で、もう一つは、ゼロラインからどんだけずれてるかを考える。前もちょっとやりましたけど、あれも読める方法。まずゼロライン探しがマジで難しいと思うんだよね。まっすぐのライン。でもそれが難しくない？はい。ゼロラインなんてあるんですか？あります。このラインもあります。あ、こっち？多分ここです。ここです。ここ立ってもらったら、こっちに対してまっすぐじゃないですか、ほぼ。そう言われると。ここがゼロだとします。で、こっちに登ってるとすれば、全部ボールはこの下がってる方に向かってこうボールが落ちていくんですね。こっちからもこうだし、こっちからもこう、こう、こう。真後ろはまっすぐ。当然ゼロラインの左側はこうだし、こうだし。え、じゃあプロとかで打つ前にゼロライン探す人いるんですか？もうめちゃくちゃみんなそうです。え、そうなんですか？はい。ここからこうやって見たり、ここの立つだけじゃなくて、じゃないです。そこを最初に考えて立ってる人が多いですね。あ、ゼロラインを知った上で、はい。はい。だから足で感じてもらって、うん、ここまあ、っすぐのラインとか傾斜器で測って、うん、ゼロのところを探して、例えば自分の所属クラブがあるとしたら、こういうふうにグリーンがあったら、だいたいピン位置って決まってるじゃないですか、競技の時って、はいはい、この4箇所ぐらいかな。そしたらここのゼロラインをこうちゃんと探して、これが上りのまっすぐっていうのが分かれば、こっちからは下りのスライス、こっちはフックかなっていうのが分かるので、じゃあここにはつけないでおこうってなるわけです。難しくなるので、ここら辺につけようっていうふうになるので。カートにも若干書いてありますね。そう、書いてあります、はい、矢印で、はい。じゃああれ実は大事ってことですね。めちゃくちゃ大事です。ラミリン、ここから打ってみてください。同じような距離でもここの方がめちゃくちゃ簡単です。あ、ゼロラインの延長上ですか。まあ、近いところ、うん、ちょいフックですけど、ほぼほぼ多分この辺に狙ったら入る。ほぼまっすぐだね。そういうこと。ほぼゼロだ、はい、でも今ちゃんと言ったところ打ててます、うん、はい、確かに。もう全然それが違ったよ。だから同じような距離でも簡単じゃないですか。はい、はい、
前はめちゃ爆笑してたじゃん、見に行った時、毎日とかうちら3人で本当傷ついたんですよ4人で回って最初のパターの練習の時からなんか、え、大丈夫みたいな。おー、うまい、上手だもん、これ完璧じゃないですか。早くラウンド行ってほしい。ちょっと70代に向けて70代に向けて、すごい。ということで終わりました、アミリンの大変身、はい、パター編ということなんですけど変身したかな大変身だと思います、ね、ストローク大変身したよね、やばいと思う。どうですか、アミリン見てみて。良くなったと思います、はい、最初だって面白いデータが取れたっていうぐらい、こうナチュラルにいったんじゃなくてふわふわふわってぐらいに、から右にこう振る感じだったので、はい、それがあんなにまっすぐ狙ったところに行けば、そうですね、ね、うん、大成功なんじゃないですか。早く回りたいです。いや、間違いないよすぐにでも70代が、うん、頑張っておいてください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではチェケラー。